ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は佐藤健さんと上白石萌音さんについて占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回はリクエストがありまして、上白石萌音さんと佐藤健さんについて占っていきたいと思います。結婚、仕事など占っていきます。こちらお二人おられますね。過去、現在、未来、対応、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。過去ですね。ネズミ、損失、不安、忙しい、伝染病という意味があります。コロナウイルスですね。こちらの無知、口論、トラブル、不安です。コロナにかかられましたよね、モネさんね。トラブルです。で、怒り、安定、安心、忍耐、努力、お仕事に影響出ましたよね。で、佐藤さんもやっぱりコロナの影響を受けられたと思います。本人の立場を見ていきます。家、家族、ファミリー、安定、お仕事で共演されましたよね。で、ゆり、平和、満足、品格、誠実。で、これゆり、昔からの知り合いという意味があります。共演されてから長いですよね。クロス、精神的苦痛、運命です。運命の人、共演、大ヒットしましたね、ドラマがね。家族、家、家族なんですけど、これファミリーですよね、ドラマのファミリーです。
現在を見ていきます。太陽、仕事です。お仕事の成功で、犬、信頼できるパートナー、共演者、友人です。で、指輪、契約、結婚ですね。お二人は信頼できる友人、太陽、お仕事の成功ですね。共演されました。お二人悪い印象ないと思いますし、指輪、これ約束なんで会われてるのかなと思います。悪い関係ではないと思います。で、太陽を見ていきます。大釜、危険、不具合、アクシデント、これ実りの収穫です。で、子供、未熟、若々しい、スタート、純粋なお気持ちでという意味があります。鳥、伝える、おしゃべり、 SNS、 コミュニケーションです。実りの収穫でおしゃべりですので、お話が合うのかなと思います。純粋なお気持ちでコミュニケーション取られてると思います。手紙、ニュース、メール、新聞、伝える、等、公共施設、事務所かなと思います。キツネ、セールスマン、誘惑、駆け引きです。佐藤さんは事務所独立されましたよね。で、お仕事を頑張っておられます。で、お仕事が、 お仕事の依頼が来ております。事務所にお仕事の依頼が来ております。で、未来ですね。星、幸運、希望、チャンス、夢、才能ありますよね。で、お二人輝いておられます。で、月、名誉、夢、ロマン、人気、お二人とも人気者です。真ん中に騎士があります。良い知らせ、前進、作戦、お仕事上での成功かなと思います。もうすでに成功されておりますが、良い知らせが来るのかなと思います。で、お二人の交際と結婚について占っていきたいと思いますが、結果、結論ですね。山、高いハードル、山登るのに時間かかりますし、この山はすごく険しいですよね。で、クローバー、幸運、幸福、希望、ラッキー、幸せ。で、船、海、冒険、ビジネス、新しい船出なんですが、お二人幸せになるにはハードルが高い、時間がかかるのかなと思います。お仕事上のパートナーとしても、お友達としても印象はすごくお二人いいのかなと思いますけども、結婚となるとやっぱりお仕事のことがありますので、まだないのかなと思います。お二人ともお仕事が忙しいので、お仕事の方頑張ってください。応援しております。また共演していただいたら嬉しいんですけどね。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。